砲声が発生する銃声、または、発砲音は、銃などが発射された際に生じる爆発音のこと。発射する銃によって銃声は異なってくる。大砲の場合、砲声と呼ぶ場合もある。現代の銃で弾丸を発射するには、まず、銃身の根元の薬室と呼ばれる部分に、弾薬を装填し、郵堤と呼ばれる部品で蓋をする。大体の場合、郵堤には、 穴が開いており、激震という針のような部品が通っている。次に、激鉄と呼ばれる部品を起こす。激鉄は、バネによって、常に激震に向かって倒れようとしているが、激鉄を完全に起こすと、視野という部品によって倒れないように保持される。銃の引き金を引くと、これが視野を動かして、激鉄を解放し、激鉄が、バネの力で激震を打つ。 激震は弾薬の底部の雷管を撃って発火させ、これをきっかけに火薬が燃焼して、高温高圧のガスが発生する。発生した高圧のガスは、急激に膨張して、カートリッジ先端の弾丸を、銃口から高速で押し出すと同時に、外部に放出される。この時に、非常に大きな音が発生する。他にも、例えばリボルバー形式の銃の場合は、 薬室と重心の間にシリンダーギャップと呼ばれる隙間があり、ここからも高圧のガスが噴出する。自動化器の場合は弾丸の発射後、自動的に油底が解放され、薬室から薬莢が抜き出され、はい、鞘口から排出されるが、この時にも圧力の低下したガスの一部が放出される。このように火薬の燃焼によって発生した高圧のガスが、ほとんどは、 重口から一部はその他の場所から放出されることによって爆発音が発生するのである。一方、重口から押し出された弾丸は目標に向かって飛行する。弾丸の速度が音速を超えていると衝撃波が発生し、これが原因となって非常に大きな音が発生する。これも銃声の一部となっている。人間が音を感知した時に、 耳の痛みを感じる。指揮位置は130デシベルであるのに対して、一般的な拳銃の発する銃声が140から170デシベルで、あるため、耳栓などを装着することによって115デシベル以下に下げられる。水泳や、徒競走などといった複数の人がタイムを競い合う。競技では、スタートの合図として、実弾を使用しない、スターターピストルなどが用いられる。 ハンマー方式の場合、ストライカー方式の場合にはハンマーがないが、ここには詳細は記述しない。銃の部品、拳銃なども参照のこと。ありがとうございます。